高町菜の葉です。私は小学3年生の時、とある事件がきっかけで魔法と出会いました。私のパートナーレイジングハートは心を持った魔導士の杖。一緒に頑張りますので、戦闘についてはお任せください。はじめまして、高町菜の葉です。小学5年生で食卓魔導士、菜の葉って呼んでくださいね。力が湧いてくる。これでもっと頑張れます。みんなのおかげでここまで来られました。これからも頑張ります。お話もっと聞かせてくれる？私の武器は防御の硬さと射砲撃、状況対応力伸ばしていきたいです。いろんな魔法や新しい戦術覚えていくのは楽しいです。まだまだこれからもっと強くなります。これならもっと頑張れます。 All right. 守りたいもの、助けたい人に届くため、私はもっと強くなる。あの日、大事な友達からレイジングハートと一緒に受け取った魔法の力、困ってる誰かを助けるためにもどんどん磨いていくんだ。強くなるよ。無理でも何でも、物分かりよく諦めちゃうと後悔するから。だから決めたんだ。どんな時でも諦め悪く食らいついて、私の魔法が届く距離にあるものは全部守っていくんだって。今日も一日よろしくね。おはよう。昨日はちょっと夜更かしさんだったの。よし、頑張っておきまーす。お昼の時間だね。今日のお昼はどうしようか。夕方でーす。この時間はいつも魔法の練習。動いた後のご飯って美味しいですよね。お風呂も入ったし、あとは寝るだけ。なんだけど、この時間帯ってなんだかお話ししたくならないかな。お帰りなさい。準備も大事だけど、ゆっくりお話とかどうかな。私もレイジングハートも準備万端。いつでも行けまーす。模擬戦とかはどうかな。ここ最近の練習成果を見てみたいし、付き合ってくれると嬉しいな。よかったらお話ししよう。もっともっと仲良くなれると思うから。私の魔法はミッドチルダ式。時空管理局ではポピュラーな術式なんだけど、ここではいろんな魔法があってびっくりしちゃった。私のバリアジャケットは装甲の厚さが自慢。少しくらいの攻撃なら平気だから、どんどん頼ってほしいな。時空管理局は次元世界。遠い宇宙を巻き込む危険な事件を扱う警察のような組織だよ。私はそのお手伝いをしてる感じかな。フェイトちゃんもハヤテちゃんも大事な私のお友達。知り合ってまだ2年くらいだけど、すごくいっぱい言葉を交わしてくれたんだ。レイジングハートとの出会いは魔法との出会いでもあって、それからずっと私の先生でパートナー。いつも頼りにしてるんだ。私がもっと頑張っていれば、助けられた命があったんだ。悲しい物語を悲しいままにしないためにも、もっと強くならなくちゃ。強くなる。目標は今も変わらないけど、周りのみんなを悲しませちゃいけないとも思うんだ。どうしたらいいか、一緒に考えてくれないかな。行くよ、レイジングハート。スタンバイ、レディ。高町菜の葉、負けません。お疲れ様です。
無事勝てましたね。私たちの勝ちです。お話聞かせてくださいね。え？ああそうなの。実は私左利きなんだ。お箸とかは平気なんだけど、文字を書いたりするときは難しいんだよね。